Thank you.
さ。Thank you.
はい、お疲れ様でございます。さて、今日中さん、こちらまずは出ました、自家製サラダも取れたよね。ミックスなんとかね、あのなんかあるじゃん、あのいろんなの雑魚野菜を集めて、なんか若くベビーリーフだ、うん、ベビーリーフとあとパクチーね、これ避けた、あの本当は混ぜたいんだけど、うちの人間女どもはこのパクチーが苦手だから俺専用だね、ここは俺ゾーンだね、うん、マカロニ振ってやったよ、そして半額だった豚しゃぶを入れてやったね、もうこれなら満足だろ子供たちも、うん、うちで取れたベビーリーフサラダだよ、オリーブオイルかけよう、そしてポン酢もいいね、そして出ました、わお、ね、半額で買ってきた牛すじをひたすら煮込んだおでん、牛すじ塩おでんだよ、うん、このまま持ってくよこれ、ね、予想がないでこのまま持ってくからね、うん、子供たちは食べるものがないかもしれない、わらびは庭で採れたやつ、庭というかね、お隣さんで採れたやつ、お隣の原っぱで採れたわらびをね、もうわらび山まで採りに行ったけど隣で採れてたね、東大元暮らし、おーじゃなくてわらび元暮らしね、それをね、あの昆布と椎茸、どんこの出汁で煮たやつ、ちょっと塩風味だね、塩、まあおでんの具をぶっこんだね、うん、待って、はやーはやー、大きくなったな、やめてくれね、まあどうなんだあいつは、ね、あの卵は自家製です、全部自家製、うん、わらびはお隣さん、ちくわとあとがね、あのこういう練り物はね買ってあげる、ちょっと半額のその牛すじでちょっと炊いてみました、どうかちょっと脂っぽいかもしれないけど、うん、まあ出汁でカバー、うんね、マフラーに卵、ちくわ、大根も買ったね、豆腐、うん、糖質ゼロね、俺的 SDGs は糖質ゼロのご飯でございます、ね、ご飯は食べないよ、うん、豆腐を食べるぜ、ね、いやでこれがねもう全部食べれないけど汁残るじゃん、だ今度牛すじを残したままこれスープカレーにして、スープカレーの後カレーにするっていうね、うわー